こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は東西鉄道アビコ対決をお届けします。何ですか、アビコ対決とは？はい、千葉県アビコと大阪市住吉区アビコの共通点と違いを探り、最終的にはどちらが軍配が上がるかを決定したいと思います。難しいですよ。それぞれの良さがありますから。ただどちらも鉄道の駅があるということは共通しておりますね。はい、単純に比較して共通点探っても半で終わるだけでしょう。だったら真剣に対決した方がいいですね。では早速、まず千葉県我孫子市の我孫子駅をご紹介します。我孫子って結構難しい読み方ですよね。でも東京の人も大阪の人も共通して読めますよね。なぜですか？どちらも鉄道の終点だからです。まあ大阪の場合は元終点でしたが、そう、地下鉄の終点です。千葉県我孫子の我孫子駅は JR 常磐線の駅ですよね。でも地下鉄千代田線、常磐線観光線の終点でもあります。正確には取手駅が終点ですが、土日運休という悲惨な状況ですので、実質は我孫子駅が終点です。だから千代田線は我孫子駅を掲げて電車が走っております。そうですか。だからほとんどの東京都民や関東の人は読めるのですね。はい、その通りです。が孫子とは呼ぶ人はいないと思います。では千葉県我孫子市にある我孫子駅を探索してみましょう。何があるのでしょうか？昔は水戸街道の宿場町でした。昔我孫子は北の鎌倉と言われて別荘がたくさんあったそうです。ということは今は閑静な住宅地になったのですね。その通りです。駅前はとても静かです。手賀沼という湖が近くにあります。そうですか。はい、ですね、現在手賀沼というところに来ます。我孫子駅から約徒歩で15分か20分ぐらいです。すぐ来れました。この湖はですね、ディズニーランドを夢見た湖でございまして、本当はここにディズニーランドができる予定だったんですけど。そうなんですか。ではどうして浦安に作られるようになったのでしょうか？水質がですね、悪くてダメだったんですね。もしここにディズニーランドができていたら、我孫子市はディズニーランドの都市として全国に名を轟かせたと思うんです。残念でございました。はい、今は水質もかなり良くなっております。この手賀沼公園の中に SL 列車が走っております。はい、まさに我孫子市手賀沼のウェスタンリバー鉄道です。まさに鉄道の街ですね、我孫子駅は。これなんでここに来たかというとね、ここの住所はね、我孫子市は我孫子なんですよ。
この上にあるんで行ってみましょう。また我孫子市の中に高野山があるのをご存知ですか？多分高野山小学校というのがある。高野山小学校じゃない。ここはですね、高野山って言うんです。パッと見て高野山に見えたんです。高野山が生まれたからだと思います。そうなんですか。金剛峯寺のような立派なお寺があるのでしょうか。大阪市の我孫子へ行ってみましょう。我孫子市や我孫子区などは存在せず、我孫子の地名は大阪市住吉区の中にあります。そもそもこの近所をなぜ我孫子というのですか？それは我孫子観音という寺院があり、この辺りを我孫子と名乗ります。これ向こう行った。地下鉄ネットかでご飯だ。向こうで そして我孫子は大阪市営地下鉄御堂筋線のかつての終着駅だったのです。これが我孫子行きを掲げて走った地下鉄の車両です。ではどうして終着駅ではなくなったのでしょうか？それは1987年に中百舌駅まで延伸されてからです。車庫も小さかったようです。西側にはさらに阪海電車の我孫子道、南海高野線の我孫子前という駅もあります。千葉県の我孫子駅は我孫子に関連する駅は成田線の東我孫子駅しかありません。この意味では大阪が1ポイントですね。そうですね。ただ我孫子市内にある鉄道の駅は常磐線の天王台駅があり、東我孫子駅の目と鼻の先にあります。また湖北という駅も我孫子市内にあります。茨城県の飛び地がある最寄り駅です。他に共通点はありますか？2つの我孫子の共通点としては近くに大きな川があることも挙げられます。千葉県我孫子の北側には利根川、大阪の我孫子の南側には大和川があります。かつての大阪の我孫子には大阪市営地下鉄の車庫がありました。ただ
8両編成しかさばけず、1987年の中百舌延伸の際に車庫は中百舌へ移転しました。また、阪海電車の車庫も安孫子にあります。大和川検車場という車庫は安孫子にあります。次は安孫子です。千葉県安孫子には JR 東日本の広大な車庫があります。松戸車両センター安孫子派出所、1971年2月。常磐線副複線化に伴い増備された車両を収容するため、安孫子電流線、後の松戸電車区安孫子派出所として開設されました。遺跡の発掘など紆余曲折して、1970年9月に下り本線を車両センターの北側を通る線路に切り替え、1971年2月4日に収容100両分の使用を開始しました。残工事を行い、同年4月20日に車両収容270両、研修線4040両分、洗浄線1010両分、機械洗浄台1機の規模で使用を開始しました。1987年、快速電車15両化と観光電車の車両数増加に対応するため、有効超延伸するとともに不足する電流線を増設などの改良を行いました。敷地面積9万6000平方メートル。線路長 8117M の規模で線路の並ぶ西側は留置線で16線あります。やっぱり甲乙つけがたいですね。両方の安孫子駅も難読地名が知れ渡った貢献者ですね。ノートが出てきたから、ちょっと取りに行かな。早い、来い、早い。ローソンに。ちょっと、ローソンに。すみません。ちょっと、長いな、この階段。Yeah.